切符あるけど、おいらのは上のからだからあんたの持ってんのと一緒だよ。切符あるぜ。俺の夢までの片道切符がな。見てか、青森か。こらまだ見てなかったな。で、こいつなぜ青森の切符を。ところでこれって東京に行くんだべ。出発しねえのか。あ、おい君、東京に行くなら反対ホームの列車に乗らないと。俺、東京でやりたいことがあるんだ。聞いてねえよ。あ、反対ホームの列車。今一瞬なんか引っかかったんだが、ないか。部は調べたし、もう特に聞くことはねえな。おお、そういや、さっき眠ってた人はもう起きたかな。切符、別に見せるのは構わんぞい。あれ、切符がない。どこから乗られたんですか。盛岡だが。盛岡、まだ埋まってねえな。おじいちゃん、切符をどこにやったのかよーく思い出してみてください。なんじゃ急に。どこにと言われても、ずっとここに座っておったからの。食堂車には行ったが、切符を出すようなところはないし。切符？そういえばさっき食券と間違えて切符を出されたおじいちゃんがいましたけど。その切符は？あった、これです。盛岡だ。よし、これで全部の歯型が確認できるな。その紙は一体何なんですか？知りたいですか？こ
この一見落書きのように見える謎の暗号、実はこれはこの列車の運転系統図さ。あいえ、まったこいつってわけね。あのな、お前分かってんなら最初からそう言えよ。でも調べているうちにいろいろと見えてきたでしょ。確かにこれで列車の進路は完璧に把握できたな。こいつまさか。ねえ、南国フルーツの盛り合わせってまだある？そう、さっき外国の人が食べてたやつ。てく、食えねえやつだぜ。この切り口は。これだ。やれやれ、やっと完成したな。ですから何度も申し上げている通り、私が最初に杉本さんの部屋に行ったのが午後3時。列車の進行でいうとどのあたりですか？八戸を出たあたりかな。八戸。とにかくその時にはもう何の反応もなかったんです。その時部屋の中で物音はしませんでしたか？ええ、静まり返っていましたね。音といえば、実は後から思い出したんですが、杉本さんの部屋のドアをノックしている時に腕時計のアラームが鳴ったんです。この腕時計は1時間おきになるようにセットしてありますので、あの時は確実に午後の3時だったと思います。あのな、お前分かってんなら最初からそう言えよ。でも調べているうちにいろいろと見えてきたでしょ。こいつまさか。ねえ、南国フルーツの盛り合わせってまっ、そう、さっ、てく、く、この切り口、これだ。やれやれ、やった。毛利さん、捜査の方は進んでいますか？おお、捜査どうかしましたか？いや、時刻表を借りようと思ったんだが、もういいんだ。時刻表？ああ、これですね。どうぞ。
見終わったらちゃんと返してくださいよ。い、あん。時間だけでも書き写しておくか。これで完成だな。これなら列車がいつどこにいたのか一目でわかるぜ。ようさん、今現場にいる人間と話をしてきたんだが、どうだった？連中、なかなか手強いぜ。しかし手ぶらで帰ってきたって顔じゃないな。ああ、被害者の死亡推定時刻が分かったらしい。殺されたのは本日の午後3時前後であると考えていいそうだ。なるほど、車掌の証言とも一致するな。この辺で一度集めた手がかりを整理してみっか。あれだけの残り画があるということは、犯人はかなり長時間あのトイレにいたということか。トイレに落ちていたタバコの白図が木戸さんの吸っていたタバコの種類と一致した。偶然か、それとも。ダメだ、あと一歩何かが足りねえ。現場に残されたコロンの香りと種類の一致したタバコの白図、やつがあのトイレに行ったのはほぼ間違いないだろう。しかもそれは列車が青森に着いた後じゃない。やはりやつはこの列車に乗ってやがったんだ。野辺島であのトイレはずっと使用中だった。誰かがトイレに立てこもっていた可能性がある。小湊からトイレが使えたとなると、トイレを独占していたやつがそこで列車を降りた可能性が高いな。ダメだ、あと一歩何かが足りねえ。
あの運転系統図を調べればこの列車の停車駅が一目でわかるな。あの運転系統図を調べればこの列車のダイヤが一目でわかるな。ダメだ、全く関連性がねえ。小湊、あの運転、小湊駅を境にしてトイレが使えるようになってる。つまりここにいた誰かが小湊でトイレを出た。つまり列車を降りたんだ。なるほど、青く塗りつぶされているのはそのためか。被害者は3時には死んでいた。警察の死亡推定時刻と合わせて考える必要があるな。被害者が死んだのは3時前後。その頃この列車はどこを通過していたんだ。調べる価値はあるぞ。警察の死亡推定時刻は午後3時前後だが、車掌の話だと被害者は3時にはすでに殺されていたことになる。となると3時前、殺人は八戸の辺りで起きたわけだ。なるほど、赤く塗りつぶされているのはそのためか。